もこんにちは、ゆるさまです。じゃあ3分プランク始めたいと思います。じゃじゃじゃん、ね、スイッチオン、よいしょ。さて、じゃあ今日は何の話をさせてもらおうかなと思うんですけれども、そうですね、まあ自分がバカだったなと思う話なんですけれども、いや普通に考えたらね、わかるんでしょうけれども、やっぱいざこうならないと気づかないことってあるんだなっていう話なんですけども、まあ僕要は多分普通の方よりも社会人になるのがちょっと遅かったんだと思うんですよね。まあまあ社会人にはなってたんですけども、まあ、バンドでデビューしたのが23の頃なんですよ。まあなんでまあそういう意味で社会人としてやれてたんですけども、まあやっぱりね、このなんていうか、こうみんなでワイワイ楽しくやってる中での延長線上でやってましたんで、まあ25の時にかな、バンドの活動休止して、まあちゃんと自分がもう個人事業主として社会に初めてこうちゃんと出てね、なんですかね、社会人として、まあまあ分かりやすく自分でいろいろやりくりしないとダメな状況になったわけですよ。なんで、まあ、普通の人は多分ね、大学出てもしくは高校出てとかなんで、10代もしくは22、23でね、社会に出て働くんだと思うんですけど、まあ一人やっぱちょっと遅かったと思います。25ぐらいでね、ちゃんと、ね、仕事をするみたいな形になったんで、なんでね、いや本当ね、当時だから何も分からなかったんですけど、自分でもやべえなと思ったのが、あのファックスの送り方分からなかったんですよ。25歳にしてやばいでしょあのファックスを送る先に電話して、どうやってファックスを送るんですかって聞いたことあるぐらいで、聞くじゃないですか。みずはでもやり方いまいち分かんないんで、聞きながら、ピーとかなるじゃないですか。ピーって、やべ、壊れたってガチャンって切るとかね。まあ、そんな状態の25歳だったんですよ。まあ、そこでね、まあ、何を気づいたかっていうと、まあね、バンドは活動休止したんですけども、音楽活動はやめてなかったんで、まあ、ずっとこう表に出て、まあ、いろいろやってたんですけれども、まあ、我々の仕事、こう、なんて言いますかね、側近でお金もらえる仕事って案外少なくて、ね、数ヶ月後に入金されますよみたいなことも多いんですけれども、まあ分かってたんですよ。で、まあ普通にこうやりくりしてて、普通にね、今までと要は変わらない活動してたんですよね。事務所にお世話になってる時から離れた時でも別に変わらないです。普通に音源を作ってツアーを回ってっていうことをやってたんですけれども、ある時気づいたんですよ。おやおや、貯金の残高減ってんなっていうことでねで、ふと気づいたときには、あれこれ、来月の携帯代引き落とされたら、残高0円になるぞと。やべえって、そこで気づくんですよね。今まではね、今までと違うのが、だから要は、仕事って、やった分だけお金もらえるんじゃねえだっていう状況になってることに、そこでやっと気づいて、まあね、改めてもう一度、社会人としてどうやってね、生きていかないとダメなのかっていうのを、そこから考え出して、いろいろアリーの今に至るっていう。いや、怖いです。仕事すごい頑張ったら、自分のね、その借金を言いましたけど、ファックスも送れない、こう不慣れなことを頑張って自分でやりながら、日々忙しく過ごしてるにもかかわらず、どん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 貯金が減っていく、この地獄。いや、怖かったですね。まあ、そんなこんなでバイトを始めて、なんだかんだで今に至るんですけども、その辺もまたゆっくり語れる機会があったらなと思います。